はい、中山形ムーブチャンネルです。17節金沢戦1対1の引き分け。悔しいとこありますけれども、まあと思いながらも悔しいけど、まあアウェーではよしとしませんか。7戦連続無敗できている状況の中で8戦目を迎えたわけですね。そして山田浩太選手が不在、藤本選手が怪我を負ってしまって長期離脱ということで、ここまでの戦いの中で主力としていた2人を不在とする中で結果を残したと僕は思いました。ということで、勝利の白星、白ワインとはいきませんでしたが、次回の山口戦は必ず勝ち点3を奪っていただきたいということで、願いを込めて白ワインで勝ち点1の夜に乾杯したいと思います。それでは皆さん、ご賞味ください。乾杯。ビールのように喉越しがスッとはいきませんが、深い戦いの味がします。さて、試合の方を振り返っていきたいと思うんですけれども、金沢はボックスを組んで構えて守備をしてくる。そこを山形がどうやって攻略していくかというところがポイントだったと思うんですけれども、ボールを保持しながらのポジションチェンジ、テンポチェンジというのを目論んでいく中で、どちらかというとそのポジションチェンジやテンポチェンジを自分たち主導というよりも金沢主導で展開していくような流れになってしまったというところが、少し攻撃の二の足を踏んでいたようにも僕は見えてしまいました。確かに金沢に序盤隙を突かれて先制点を奪われてしまいました。見事な相手のゴールだったことは間違いないです。しかし1点奪われたところで動揺せずに自分たちのサッカーをしていこうという山形の冷静さが見えました。そこは何かというと、何よりも安定した守備。確かに今回新しいメンバーでスタメンを組んだことによって若干のズレというのは見えました。かといってそれで攻撃的なサッカーをやめることではなく、常に山形らしい超攻撃的サッカーは推進しながらも攻めていった。アウェーという地でありながらもですよ、必ず勝ちに行くという山形のサッカーが終盤まで最後まで見えたというところは、絶対にこの後もつながる引き分けだったと僕は思います。そしてフォワードのデラトーレ選手にしっかりボールが収まるんですけれども、確かに攻撃のパステンポを下げないためにワンタッチ後ろに下げる、横パスを送るということも重要なんですけれど、ただ全部の攻撃にそうしてとは思わないですけども、前を向こうという姿勢を見ることが、やはりフォワードとしては相手をスリリングに追いやる、精神的プレッシャーも追いやるプレーの一つにも思ってしまいまして、デラトーレ選手の技術を持ってすればですよ、私は少し簡単に後ろに下げるという選択肢よりも、俺はゴールに向かってんだぞというね、リアクションを見たいなという気もしてしまいました。すいません、僕が言うことじゃないと思うんですけども、チアゴ・アウベス選手途中から入ってきて活躍しまくりですよ。栃木戦のロスタイムゴール、大分戦のロスタイムゴール、そして今回のスーパーアシスト、サッカーの面白さが見えたように思いました。それが何かと言いますと、あのゴールが生まれるワンプレー前ですね、チアゴ・アウベス選手がサイドで持ってドリブルで駆け上がるわけですね。左サイドで相手選手と1対1、1回切り返して2回目切り返した後にオーバーしてタッチラインを割ってしまう。その後チアゴ・アウベス選手はいらだってボールを蹴るんですよ。なんで、うまくいかなかった。そのネクストプレーですかね、小西選手がものすごいセンスのある切り返し、ターンからですね、河合修斗選手に縦パスが一本鋭いのが入る。それを収めた河合修斗選手が前を向かずに、チアゴ・アウベス選手の外に、左サイドに叩く。その時にディフェンス4人が釣られるわけですよ。ここが面白いとこなんですよ。前のプレーで切り返しからタッチラインを割ってしまった。センタリングを上げれなかった。後期を演出できなかったという気持ちから自分のプレーをクロスボールを上げるというシンプルな選択肢にチアゴ・アウベス選手は頭が行くわけですね。しかしですよ、逆に金沢の選手は、チアゴ・アウベス選手は前に仕掛けてくる、一人で打開してくる、カットインしてシュートを打ってくるかもしれないという判断のもと、4人の選手がチアゴ・アウベス選手のボールにウォッチャーになってしまうんですね。そのボールウォッチャーになったニアサイドに藤田選手がその状況を読んで、見事にスペースをついてフリーになってニアサイドに走っていく。そこに綺麗にチアゴ・アウェイ選手がクロスを上げて、
ゴールですよ。もう、なんでしょうね。サッカーって本当に不思議だと思いました。失敗だったからこそ次の判断が変わったことによって、相手も惑わせることになってしまった。このこう入り組んだものがですね、あそこのゴールには、あのヘディングシュートも難しいんですけれども、フリーで決めたというようなシンプルなゴールに見えがちですけども、あの一個前のプレーがですね、実はあのゴールに結びついていたのではないかなと、僕は思ったんですね。こっから連戦がまた続いていきます。そして夏の暑さが来ます。大変な試合が続いていくとは思うんですけれども、必ずいけると思います。まずは目の前のレノファ山口戦ですね。水曜日ですよ、平日のナイター。まずその目の前の1勝で9戦無敗といきましょうよ。まだまだぶっちぎってる状況です。悲観的に思う要素は何もありません。 J2 大混戦の今年ですよ。そこをどうやって頭抜いていくかっていうところですよ。山形切り抜けていきましょうよ。一個頭出していきましょうよ。ということでレノファ山口戦、必ず勝ち点3の夜が来ますように。しょうがないと思いましたけどね、やっぱりこの金の水ですよ。それでは山口戦、勝ち点3の夜が来ますように。そして皆さんのご健康とご多幸をお祈りして乾杯。